ガンダー、あ、違うわ、急なんですけど、なんか小学生の時に手遊びの一種で戦争ってなかったですか？軍艦朝鮮みたいな、朝鮮ハワイみたいな。なんかこれもともとグリーンピースの派生で生まれて、グリーンピース自体も全く意味わからずに流行ってたじゃないですか。チョリンってなんやねんと思ってたんですけど、ただその戦争の遊びがまあ浸透したぐらいに、ちょうど北朝鮮からその日本に向けてミサイルが飛んできたんですよね、4、5発。そしたらまあ当時連絡網ですよ、家には国旗がありましたから、あの連絡網で戦争の遊びは月曜日から禁止になりましたって連絡網回ってきたんですよ。当時何がと思ってたんですけど、うちのクラスでもう一個だけ流行ってまでは言ってなかったんですけど、ちょいちょいやってたことがあって、もうそれが最初は初期ってやるやつがあったんですよ確か。もうめちゃくちゃ小学生じゃないですか。じゃあ戦争ダメだとしてこれは禁止なのかどうかって言って帰りの会で先生が話してたんですけど、ちゃんと禁止になりました。全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです、よろしくお願いします。あれ一体何だったんですかね、まあ、もしかしたらミサイル飛んできた後に総書記っていう言葉が報道されて、それでなんか誰かが最初は書記って言い出して禁止になったか、まあちょっと順番覚えてないんですけど、いろいろと影響ありました。でちょっと今回 DM 来てたんですけど、それがタックさん最新の北朝鮮情報を教えてくださいって。いや俺知るかと思ったんですけど、まあ、ちょっと今回調べてみましたら、まあ、ミサイル大国でもおなじみ北朝鮮、今この冬とんでもなくヤバい薬物が蔓延してるっていう情報があったんで、ちょっと今回それも含めて北朝鮮の現状速報ということで紹介していきます。まあ、過去にもこのチャンネルではなぜミサイルを飛ばすのかとか紹介したんですけど、まあ、こちら全部概要欄です。今回はこの前面に今の北朝鮮というね、この国の実情とか実態について調べてきました。まあ、ただですね、これ出ている情報もこの北朝鮮というのは情報の統制にめちゃくちゃ厳しいんで、かなり一部のもの、まあ、まさに氷山の一角ということになると思います。まずざっくりと今のこの国の現状なんですけど、抱えてる問題で言いますと、飢餓、栄養失調、不法監禁、プロパガンダ、強制労働、脱北、食料不足、電力不足、燃料不足、脱北と、もうこの脱北っていうワードを外してもこの言葉の関連性のある国どこでしょうかって聞いただけで、これ北朝鮮じゃないですかってなっちゃうぐらいですね、結構やばいイメージって皆さんついてると思うんですよ。ただちょっと前は全世界で蔓延してるコロナウイルスに関して、北朝鮮は封じ込みに成功して一人も感染者がいないみたいな発表ありましたよね。ただこれ実際は感染を疑われただけの人も片っ端から処刑してるなんて話まで出ました。まあ、この処刑問題もそうですよね。まあ、式典でちょっとうたた寝してしまった実質ナンバー2を公社法で貼り付けにしたとかいうね、恐ろしすぎる報道もあったんですけど、さらに今この北朝鮮はある問題を抱えています。それがタイトルにもある薬物問題でございます。これは西日本新聞さんの記事なんですけど、もともと密輸出していた覚醒剤とかの薬物なんですけど、輸入じゃないですよ、出してたんですよ。これが中国の取り締まり強化とか各国からの経済制裁でもうどこにも出せなくなって、その結果どうなったか、国内でぐるぐる回るようになっていったというんですね。結果北朝鮮内で薬物中毒者っていうのが急増しているということなんですね。でこれどうやって広まってたかというと、いつしか住民たちの中でこの覚醒剤の煙に当たれば1年間は風邪をひかないとか、まあ、かなりやばい風説がはびこって、脳卒中とか心血管系の疾患にもものすごいいい効果があるとか、春と秋には子供たちに覚醒剤の煙を当たらせればインフルエンザの予防接種の代わりになるとね、こういったものを本気で信じてる人まで出てきて、もう今や未成年の間でも覚醒剤をやらなければおかしいとちょっといじめられたりとか、機動巡査隊員も夜勤の時に使用したりとか、だいぶ来るとこまで来てるといった状況なんですね。いやこれ使用したりとか売ったりして逮捕されたりとか拘束されたりしないのか、まあ、これはですね、まあ、さっきも言ったように、実はもともとこの北朝鮮における薬物っていうのが国家ぐるみで麻薬密輸犯罪の歴史があるんですね。まあ、これちょっと話すと、2000年代の初めぐらいから密輸出の目的で行った覚醒剤っていうのが流出し始めたんですよ。で実際この覚醒剤っていうのは日本にも流れてた過去っていうのがあって、2007年度の警察白書で1997年から2002年にかけて覚醒剤の大量押収事件があったんですよ。その時の総押収量の約4割が北朝鮮からのものが占めていたという歴史があります。ただここに関して国連調査委員会っていうのが2014年に発表した北朝鮮における人権に関する調査報告書、この時ですね、脱北者など約80名の証言をもとに作成された非合法活動に関する報告なんですけど、ページでまとめたら400ページぐらいになったそうです。その中で1990年代には刑務所でアヘンが製造されてたと、国家安全保障部の工作員らが中国の承認に売って外貨を獲得していたという証言が出たんですね。さらに2008年には武器売買とか麻薬売買とか、こういった不法行為で得られた収入っていうのが年間で約5億ドル約550億円あったそうです。この利益っていうのが最高指導者の今は亡くなったキム・ジョンイル総書記と一部のエリート層の資金源になっていたという報告が上がっています。まあ、つまりですね、国が支持していたんですよ。もちろん非難殺到ですよね。これで2021年の7月に北朝鮮の当局は、僕たちは麻薬取り締まりを強化しますというふうに公表したんですけど、この国民への汚染の実態は一切公表していないんですね。いや無理があるであろうということなんですけど、だからまあつまりは、まあ、どっちにしろ外国に売ることができなくなった結果、もう市民の間でこれは無償医療ですよとか言いながら蔓延していったってことなんですね。めちゃくちゃな国ですね。まあ、さらに薬物以外にもとある重大な問題を今抱えてます。それが電力問題です。もう全てはミサイルを飛ばすのをやめたらいい話
ではあるんですけど、これが東京新聞よりですね、キム・ジョンウン朝鮮労働党総書記は党中央委員会総会にて、電力工業部門は当面の電力需要を円満に保障し生産の高い水準に引き上げるべきだと電力の増産を指示したということなんですけど、これ誰が言うとんねんなんですよ。というのもですね、この韓国の国家統計庁によると、去年2020年7月彼らが国連に提出した資料によると、北朝鮮の電力生産量は20年基準で239億キロワット、韓国の約 4% に過ぎないと発表。さらに北朝鮮は国内で電気を使う人口は約3割強と報告してます。逆に言うと人口の7割は電気使えずに暮らしてるってことなんですよ。これなんだっていう話なんですけど、このことからですね、各家庭で中国から仕入れた太陽光パネルの設置とかによる発電が普及してるんですけど、ただまあこの個人が手に入れた電力っていうのも決められてまして、それ以外の電力がどうなるのか、全て国家が吸い上げます。電気すらあまり渡しませんと、畜生ですね。ただこの時期の北朝鮮というのが、11月30日から約3ヶ月間、これ1日あたりの平均気温が4度未満です。首都である平壌もですね、最も寒い月というのは1月です。この時の平均の最低気温はマイナス10度、最高気温マイナス1度になります。そんな寒さの中でも石炭とかエネルギーは供給されません。さらには電気の供給もままならないということで、もう首都でさえ電気を1日4時間供給できるエリアというのがなくて、大使館が集中している場所と中央機関の幹部たちのマンションがあるエリア以外はですね、だいたい1日平均して2時間から4時間ぐらいしか電気を使えないという状況です。なので暖房なんかはないので、マンションの中でさえビニールハウスを作って、その中で家族が抱き合いながら夜をしのいでるといった状況だと言われています。これによって、聞いたことないんですけど、冷蔵庫を逆に食べ物が凍らないようにするものとして使用してるんですね。どういうことって。でこれがですね、まあ、日本に脱北してきた方で、この日本に来て一番驚いたことが、電気が24時間どこでも使える、そして水道の蛇口をひねるといつでも水が出ることだそうです。この水ももちろん不足してて、常にまず蛇口をひねっておくんですよ。でちょびちょび出だしたら急いでお風呂に溜めるっていうことを繰り返しています。もう改めてなんですけど、隣の芝生が青く見えないぐらい日本っていい国なんですよね。そしてまあお分かりだと思うんですけど、こういったことが起きてしまう背景にはですね、そもそもがですね、この環境が自力で何とかしようとしてできる環境じゃないっていうのがあって、まずキム・ジョンウン総書記が、私たち北朝鮮は全てのエネルギーを自力で何とかしたのでつって、あの国内の整備始めたんですけど、冬になるとめちゃくちゃ乾くんですよ。降水量が少なくて、そして気温も低すぎるんで河川が凍結します。これによって夏はいいんですけど、水力による発電量というのが著しく減少するんですね。それでもなぜか水力中心にまず普及始めたんですよ。でいや凍るなってなって火力に手出したんですけど、もう何の計画性もなくて、とりあえず線路引きまくった結果ですね、生産量というのがガタ落ちしたんですよ。で実はそれまでの1960年代って韓国の4倍もあったんですよ。それが今じゃこの有様なんですね。さらには核ミサイルの開発とか弾道ミサイル発射の強行とか、かなり回数が増してるじゃないですか。これに各国からの経済制裁とかも行われて、この問題に今さらなる拍車をかけてるんですね。いや本当何がしたいのかなと思っちゃいますよね。もうこれは本当軍事とかミサイルに全振りしてるとも言われてて、この備蓄しているミサイルは約1000機あると言われています。2022年だけでも発射したミサイルは40回近く、約90発で、総額でいうと16億ドルから20億ドル、日本円にすると2324億から2780億円と推測されています。金持ってんすよねこれ。なのに国民こんな状況と。なのでね、やはりこれだけ北朝鮮のイメージっていうのはもう世界的にね、下がりに下がってるわけなんですけど、そんな中この YouTube 界にも北朝鮮は手を出してるんじゃないかという話があって、それが北朝鮮のキッズ YouTuber です。今注目を集めてるソンワちゃんという少女なんですけど、これが北朝鮮のイメージ回復を狙ったプロパガンダじゃないのかと噂されてて、YouTube のチャンネル開設されたのが去年の1月なんですけど、チャンネル登録者数が2万人、彼女は11歳にして英語を使いこなして、動画の総再生回数も150万回を超えてるんですけど、この動画の内容としては、コロナ感染時に軍医が薬をくれた様子とか、近代的な病院の紹介、近所でかき氷をして楽しむ、大型プールで遊ぶ、マスクなしの学校生活の様子とか、まあ、何気ないブログの感じで投稿してるんですけど、これが国外に向けて遠回しな感じで、国内の体制いいですよってことをアピールしてるんじゃないかと言われてるんですね。というのもまずそもそも YouTube を運営する Google が、今までですね、朝鮮の教とか我が民族同士とか、過去にあった北朝鮮のチャンネルをですね、好戦的な映像を掲載する対外宣伝メディアと位置づけて、規約違反とかを理由にアカウントを停止しまくったんですよ。さらにこの北朝鮮のネット事情もですね、冒頭に言いました、まず許可がないとネットでの外部アクセスって原則遮断なんですね。これ見ることができる人っていうのが党の幹部とか軍の要人とか研究者とかに限られるんですよ。実際ですね、この国内のインターネット利用率ってのが 0.08% という驚異の数字を叩き出してます。人口約2600万人のうち約2万人未満しか使えないんですよ。そんな中ですよ、普通の小学生の女の子が自分でスマートフォンを持って動画を撮るっていうのは考えづらいんですよ。でこの少女なんですけど、日本国内でも FNN さんとかが報じて SNS とかでも話題になったんですけど、まずこの子のですね、実はひいおじいちゃんっていうのが、名前がリ・ウルソン、これがキム・ジョンイル主席とともに日本からの独立運動を行って、1995年には人民軍で最高位のポストだった男なんですよ。おい、めちゃくちゃあからさますぎるじゃないですか。もう隠す気ないじゃないですか。なのでもうこれも、これは朝鮮労働党の宣伝陽動部がここに関与してると、キム・ジョンウンの印象操作によって動画を通じてこの国の特定の主義思想
党について政治的な宣伝をしようとしているんじゃないかということなんですね。あのこのツイートのリプにですね、手作りカヌーで脱北してみたって書いてありました。で笑っちゃいけないし笑えんしみたいな。でまあこのチャンネルも春かめっちゃ悩んだんですけど、絶対タックから来ましたとか書く人いるじゃないですか。だからあの春のやめました。あの見つけてもマジでコメント欄書かないでくださいね。ほんま変なこと書いたらぶち殺されますよこれ。はい、とですね、まあこの北朝鮮の抱える問題とか現状について今お話したんですけど、まだまだ北朝鮮という国には、まあ、新たな問題ですよね。ドラッグとか電力不足とかそういったのがあるのは事実なんですけど、ただ世界はやっぱり全てが見放したかって言ったらそうではなくて、国連の世界食糧計画っていうところが一部地域への立ち入りの許可がされて大規模な食糧支援を行ってるっていう背景もあるんですよ。この国際的に見ると閉鎖的な部分ってすごい多くて、まあ、全ての活動がねできるわけではないんですけど、少しずつその規制は緩和されてるとは言われてるんですけど、今の聞いただけではされてないよねって言いたくなりますよね。だからそれはもう人権問題だからってやろうとしてるんですけど、ミサイルで牽制してるといった状態なんですね。まあ実際世界はどんどん発展していってますけど、ここはまずそもそも国として機能するのがまだ時間がかかりそうということでございます。はい、というわけで今日は以上です。皆さんリクエストありがとうございました。この動画の感想とありましたらコメント欄お願いします。やはり言えることは日本に生まれてよかったと僕は思いました。今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。